はい、皆さんこんにちは。ビッグエンジェルのエリピオです。はい、今日はですね、本チャンネルで以前上がった10個のカップ焼きそばを、混ぜたら何味になるのかっていう動画の続きパート2です。はい、前回はあんかけ焼きそばを作ったんですけど、今回はね、果たして私は何を作ったのでしょうか。サムネでバレてるかもしれないんですが、作った様子をご覧ください。どうぞ。はい、まずは細かく切った豚肉を炒めていきます。そこに細かく切ったキャベツも入れて、さらに炒めていきます。そしてそこにお米を入れて、さらに炒めていきます。そしてここに細かく切った焼きそばを炒めて、さらに炒めていきます。はい、でお家にうまソースっていうのがあったので、それを入れて、さらに炒めていきます。そしてトッピングを焼いて乗っけて完成です。はい、ということで出来上がったものがこちらです。じゃんじゃんじゃーん、初めて作りました。そば飯？そば飯です。一応あのね、トッピングで豚焼いたのと、あと目玉焼き、半熟卵、はい、でね、あの細くねマヨネーズピュピュピュってやりたかったんですけど、普通のマヨネーズのやつがなくって、なのでこう網目になってるのは、これはからしマヨネーズです。でここの追いマヨがね、追いマヨが普通のキューピーのマヨネーズです。はいはい、はあ、ビジュアル最高じゃない。最高。はい、それではいただきます。美味しそう。どうしよう。はあ、割っちゃう？もう割っちゃう？割っちゃう？やっちゃうよ。たらーん。最高。これがね、生きててよかったなって思うよね。半熟卵がさ、こう流れてきた時に、あ、生きててよかったなって。最高ですね。まだ食べてないけど、まだ食べてないけど、もうすでに最高。ちょっと切れない。よいしょ。よいしょ。うん。切れへん。いいだろう。いただきます。うまい。おいしい。最高。おいしい。あ、なんかそば飯っぽい。そば飯っぽくできた。うん。おいしい。炭水化物と卵とお肉とマヨネーズって最高ですよね。幸せ。今日はね、贅沢にちょっと万能ネギっていうんですか、小ネギもちゃんと普通に切ってのせたんですけど、それもいいアクセントになって素晴らしい、素晴らしい。うん。
これはやばいな。ね、マヨをねつけて。取れた。クルンちゃん全然取れた。ハプニング取れちゃったぜ。今日はコーラでーす。素晴らしい。やっぱマヨネーズ、マヨネーズ、マヨネーズ。うん。おいしい。うん、最高、最高です。最高。うん。うん。ごちそうさまでした。美味しかった。やっぱデブって食べるの早いですね。でもね、初めてそば飯作ったんですけど、それでなんか初めてそば飯作ったんですけど、美味しくできた、よかった。あとはね、やっぱマヨネーズの力もあるけど、美味しかったです。はい、以上、エリピオこと多田エリでした。あ、ツイッターとかインスタグラムもやってるので、よかったらフォローお願いします。バイバーイ。